地獄の軍団。クリスマスに彼女から Amazon リンクだけが書かれたメールが来ました。ふーん。なんか想像をなんかこう下回るような反応来たけど。いや、面白い面白い。超面白い。面白い。恋人は Amazon だったんだね。恋人は Amazon。醜い Amazon。Amazon。やめろまあね、こんな感じで始めました地獄の軍団ラジオ。つみれです。カニエです。アマゾンです。お前がアマゾン。はい、まあ、そんなのそんなことはどうでもいいんですよね。本当にもうこの台本書くまでに散々ね、豆腐にダメ出しされて俺が泣いて、まあ、台本丸読みですよね。今もね、台本丸読みですからね。まあね、真面目にやれっつって散々ダメ出しされてまあ今こうやって笑って言ってますけど、僕怒鳴ったりしてませんから、今日切れるとき。なるほど。基本ね。まあどうだったかっていうと、さあ、なんかこんな感じでしたからね。あね、静かにね、切れる人じゃやっぱ怖いんだよね。ああ、そうだな。メガネかけてるしな。怖いな。メガネ取ってね。メガネ取ったもんね、こうやって。メガネ取ったもん。取って、パーンって割りながら、ペルソナッツ。お前いつの間に覚醒してんのよ。とはこんな感じで、まあ。ね、こういう風に話していくんですけども、まあ、お品書きの方を、まあ、こんな感じのテーマで話すよっていうことで、まあ、今年の映画の話題ってことでね、ごめんね、ちょっと、スクロールしてるから。準備しとけよ。しとけよ。準備悪いな、お前。ね、今年気になる動画じゃねえや。ちょっと待って。なんか混ざってね。混ざってね。1、今年の映画の話題について。はい。で、2、今年気になった、動画上げてきてね。どうぞ。大丈夫かな。で、最後に、今後の活動について、テーマなんですけど。はい。そこ台本通りでよかったよね。今年のね、映画の話題について、じゃあいろいろ話していこうということで、まあ気になる映画。カニさんは映画見ないんだ。あんまり見ないね。最後に何見たの？コマンド。お前を見るのは最後にしてやろう。で、一番最初にビデオを挿入したやつ。なんでだ？お前を見るのは最後だっつったら、あれは嘘だ。大丈夫ですか？収集つかなくなってますけど。あ、もう次行こう、次。次のまでいっちゃうわ。ぐだぐだだけど。いいじゃん、俺っぽくて。巻いてこう。はい、次のお題。今年の動画。ということで、まあ、地獄の軍団の今年を振り返ろうってことで、まあ、今年上げたね、動画についていろいろ話をね、していこうと思うんですけど、まあ、豆腐さんはこう、作る側からして、こう、なんかちょっと、この編集面白かったなとか、なんか印象に残る作品とか、ありました？ああ、ムカつくことならいっぱい覚えてないけど。こいつが映像見ないだとか。そう、でも誰とは言わないけど、脚本チェックしてこない。V チェックしてこいっつってね、してこない。最初優しく言ってたけど、だんだんお前いい加減にしろよって言い出した。静かにを声出すからね。そうね。まあ、印象っていうか、まあ、カニさんどうですか？終わった作品とか、いろいろ単発でやったじゃん。まあ、ちょっと、ほら、昔から一緒にやってたから、やっぱロボかね。ああ。我々が作ったコンテンツ。あ、一番最初の2人の時は手探りだったねっていう。ほんとね。あ、そう、あとスペクターはさ、何で終わったんすかとか、続きやんないんすか言われるんですけど、まあ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 、いろいろな事情があって終わったんですよね。カニさんね。そうだね。いろんな事情がね。うん。どんな事情なんですかね。まあ今だから言えます。まあ終わってもうしばらく経つからね。ぶっちゃけもう時効だろうっていうことでもう言いますけども。まあ始まった理由が、つみれさんを育てるっていう目的だったんですね。新規メンバーを育てようっていうので、ある程度ネームバリューがあった方がいいね、いいよねっていう、このメンバーですよって紹介するのに、いいよね、ある程度ネームバリューがあった方がっていうので、じゃあ、ロブ3になったし、これやろうかって言って、俺が企画持ってきて始めたじゃないですか。そうね。で、つみれのために始めたんだけど、まあ、中期ぐらいを見てほしいんで、動画見れる方はね、中期ぐらいのやつを見てほしいんですけど、ね、沈黙する回数がすーげー増えてる回があるのね。つみれさんと俺でやってて。で、なんでかっていうと、この男 V チェックと台本をチェックをしてこいっつってんのに、してこないから、台本を無視しちゃって。無視しちゃって、沈黙になってんのね。で、カニがいるとき、カニがフォローしてくれることがあるんだけど、それが、ちょっとだんだんひどくなってって、それが。なんか俺の株がね、まあ、豆腐がつみれに、うん、うん、ちょっとまあ、ちょっとそろそろ、ね、まあ、忙しいのはわかるけど、チェックしようかって言って、だんだんなんか、それが、広がって、せめてチェックしなくていいから、ゲームのルールだけ把握しようか、つって。でもさすがにちょっと、ゲームルールだけしてれば、さすがにね、カニさんね、うん、フリートークできるじゃないですか。そうだね。あ、今攻めてきたね、言えるじゃないですか。うん、うん、うん。ね。だから、ルールだけ最悪、ちょっと把握してもらえますかっていう言い方をしたんですよ。うん。まあ、ちょうど何回ですかね。15、6回のところですかね。言ったんですよ。15、6回もやってたっけ？これ20で終わったっけ？確か。定かではない。定かではないけども、まあ、最終回近い時ですよね。に言ったんですよ。言った結果、つみれさんから返ってきた回答が、やめて今、エコーかけるから、ちょっと静かにしてもらっていいですか？俺たちは、いやー、俺興味ないんだよ。まあまあいいっすよ。いやー、俺興味ないんだよ。今のエコーですわ。なぜかぶせて、必要にかぶせてくる。いや、絶対言わせねえよ。豆腐の言う通りさ。まあ、悪いのは僕。言った結果、俺の中で何かが弾けたんだよ。弾けたね。が、俺の中で、あ、じゃあ、これ続ける意味ないな、終わろうってなって。って言って終わったの。まあ、編集大変だったね。そう、ルールがわかんないから完全台本に捨てざるを得ないんだけど、完全台本にしても台本読んでこないから結局沈黙になっちゃう。じゃあもうちょっときついなーってなってきて、じゃあもう、そういうことなら終わろうって言って終わったんですよ。なんか、まるでさ、俺の謝罪の場だよね、これね。吊るし上げだよね。で、みんな、ロブをさ、こう楽しみにさ、こう、まあですかとか楽しみにしてますねとかって言ってくれるわけじゃんね。だから、つみれがそのロブに対して、ロブまだすかって言われたときに、いや、豆腐消しかけますよ、ゲーみたいなことを言って、俺もう、ぶち切れそうだったからね。おめえのために終わったんだ、殺すぞみたいな。まあまあ、今冗談ですよ。誰か、解釈を。腹切るから、解釈を。まあ、で、その後、まあ、カニさんね。巨人があったじゃないですか。あったね。そうそう。巨人はなんでやったかっていうと、まあまあなんかそのいろいろ付き合って、まあその実験企画みたいなもんですよね、スペクターがね。いうのにちょっといろいろ、まあ付き合っていた、まあユーザーがね、付き合ってくれたじゃないですか。っていうのもあって、じゃあなんか、まあせっかくだからその復活の声も多い、なんかやりません、やんないんですかみたいな声も多いし、じゃあ一回だけ恩返しのつもりでね、やるかと。でもちょうど当時、まあロブ3、まあエレン弾いて、だから、じゃあエレンでちょっと動画パッと作れば単発で終わるだろうと。エレン引いたから、じゃあちょっと俺せっかくだから元の作品しっかりもっと読み直したいなって読み直した結果、ちょっとテンション上がってたんだよね。から、まあじゃあそのテンション上がってた中の情熱を全部ぶつけようって言った結果が進撃の巨人、俺巨人になりますので。まあタイトルは適当に、俺ツインテールになりますっていうアニメを丸パクリしたからなんですけど。のパロディなんですけど。パート2まだですかって言うんだけど、俺パート1で全部ぶつけちゃってるからもう終わってたんで、俺の中で終わってたんで。もう単発の感じだった、ね。もう単発で完全終わる気まんまだったから。やる気なかったんだけど、だからパート2。まあなんか意外になんかこう、やらないですかみたいなことを、こう、でまあ、年末スペシャルで一回やっとくか、みたいな感じでちょっと撮ろうと思ったら、今度はまあもうこの1年、もう我々活動始めて1年ぐらいだよね。多分ね、YouTube の方でね。ちゃんとやり始めてね。そうだね、そう、1年ぐらいで、まあ成長したんでしょうね。つみれさんは良かったんですよ、その回は。カニがダメだった。俺だって。カニがダメだったんだね。その時。なんかね、そういうのあるよね。俺がダメな時、カニさんが良くて、カニが良い時は、つみれがダメだった。カニが台本をもう忘れちゃって、俺そこのとこ、俺も、カニが突っかかったっつってなって、カニに言わせなきゃっつってって一生懸命になった結果、後の流れがどんどんおざなりになっていくっていう。っていう悪循環のパート2だった。だからスペシャル番組でまたなんか、何か年始とかね、年始って言ったら年始にやんなきゃいけなくなっちゃうから。特別企画的な。そう、なんか、不定期になんかスペシャルで。いや、まあ要望があればね、やりましょう。ないと思うけど。煽ってるここで。絶対ありますよ、豆腐さん。おう、ほら。俺には冷たいんだよね。はい。まあ、で、君が、じゃあ何なら興味あるんだっつって、まあ、戦国、ロブ興味ねえなら何なら興味あるんだっつった結果、戦国って言ったの。じゃあ戦国の動画を作ろうかって言った結果、この男また途中出して。やめろ戦国収録に行くよって言ってんのに、.net に登録してこなかったこいつ。じゃあ今登録しろよって言った結果、パスワードミスったっつって、携帯止められたっつって。アホかっつって言って、じゃあ何してきたんだ今日じゃあドコモショップ行くぞ今すぐっつって言ったらこいつ身分証持ってない。なんか違う場みたいになってるけど大丈夫か。いやまあそれでも。でもね。まあそれでも。まだね、笑ってた。うん、なんでお前らそうクロストークすんのいやー、うまくいかんもんだね。で、これも俺、怒られたあれですよね。ラジオに、まあ、せっかくだからツイッターでフォローしてくれる方とかから、メッセージ募集したらっていうふうに言ったんですよ。まあね、言った結果、あったね。じゃあちょっとツイッターで募集しなさいって言った結果、こいつ、何でしたっけつみれさん。なんで俺に言わせんだよ。おかしいだろうがよ。今、ちょっと、でもせっかくだからほら、すみれさんのお口から聞きたいなっていうね。僕のこのビッグマウスから。ビッグマウスから美しいお口から聞きたいなっつって。読むよ。じゃあ俺がちょっと気持ちを込めて読むね。すみれさんの真似をしながら読むね。なんと、すみれがラジオ企画進めてます。皆様からのトークテーマや質問など募集中です。集まり次第また報告させていただきます。はい。はい。つみれさんってそんな感じだっけ？つみれさんいつもこんな感じよ。で、もうクリスマスだしね。いろいろあるだろうと。で、まあその日は言わなかったですけど、もうこれ後日はちょっと指摘しようと思って、俺無言でこれをパッ見ないようにして自分でメッセージ打って、掲載しましたっていう、っていうのを一応載っけたんですね。ね、この的確なフォローで、どうなったんですか？つみれさん何つ来たんですか？聞きたいな。もうですか？ごめん、聞こえないな。聞こえないやつって、ゼロツですよ。ゼロツに決まってんだろ。なんで逆ギレしてんだよ、お前。来ると思ってんのか。来ると思ってんのか。本当に来ると思ってんのね。来なかったと。来なかった。来なかった。送ってくれる女の子はいなかったと。いなかったよ。まずうちの動画に女性ユーザーはいないよ。まあね。だよね。はい。まあ、というわけでメッセージが届いてますので、じゃあちょっと、キャノさんからいただきました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ロブ3にて、ズバリ一番好きな使い魔は何でしょうか？僕はマッドハッターとアクアルークです。はぁ。マッドハッターってアリスの。そうだね、黒い帽子が。冷たい。いいと思うよ。いや、回せよ。お前司会だろ？豆腐は何好きなの？なんだろうな。ほら、結構いろいろ使ってたじゃん。カニ何逆に。俺？俺初めて引いたのはあれだったから少ない彦なかな。便利だしね。便利だしね。で、豆腐はなんだろうね。今はエレンかな。じゃあ前だったらスペクターだった？前だったらなんだろう。フーマとかじゃね。動画にする前に使ってたしっていう。お世話になってたもんな。結構ね、一番最初に引いたね。一番最初に引いたのは引いたんですけどね。俺 UR だったね、確か。人獣の、なんか、聖杯のなんかすげえ高いやつを引いて、その場で売りに行ったっていうですね。買っちゃったのか。金がなかったから、その場で売りに行って。もう一回遊べるドン。もう一回遊べるドン。俺このカード1枚よりも俺5000円もらった方がいいやつ。ぶっちゃけだな、俺。この5000円を制作費に当てた方がいいな。でもさ、やっぱ初めに使ってたの愛着枠か。で、その後、小太郎を引いて、小太郎をずっと使ってたんですよ。直後に小太郎引いたから、売らなきゃよかった、ちょっと。せやな。相棒みたいな。俺そういうとこありますから。まあもう売るしかない。お金が売るしかない。誰か欲しいって聞いたら、周りで欲しいってやついなかった。俺も拒否った覚えがある。お前、いるならやるけど、いらない。女の子じゃないからいらないって。スキル悪いな。まあ、つみれさんは、ないということで、じゃあ次行きましょう。おいプレイ俺にそして、ヴァンガードっていう作品を一瞬上げて、続きが上がらないっていう問題現象起きてるじゃないですか。一瞬開封でデッキ作ろうってやつですね。そうだね。例の。あれも上がらない理由は、やめろーどうして俺だろ俺まだ何も言ってないよね、カニさんね。まだ何も言ってない。まだ何も言ってない。分かってるのよ、私。僕らはまだ何も言ってない。誰も、つみれさんのせいなんて一言も言ってない。オッケー、じゃあ聞かせてもらおうか。さあ、次のお便りです。言わねえんだな、やっぱり。林さんからいただきました。遊戯王で好きなカードは何ですか？じゃあ、俺はもう、やっぱね、豆腐定とこから言ってもらいましょうよ。何かな？君はあれでしょ？ヒーローとかでしょ？カニさんからどうぞ。俺は、マドルチェとゴーストリックかな。カードだから1枚。かわいいね。1枚か。1枚だったら。厳選しろよ。厳選しろよ。やっぱお世話になってるから、マドルチェ。でも。でもじゃない。お前が一番使うカードといえば、インフェルティで。確かによく使ってるけど、違う違う。キモいるか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 ワクワクを思い出すんだ。ワクワク思い出してねえよ、俺。思い出すんだ。いや、マジョレーヌです。マドルチェマドルチェ。俺何かなあと今3つぐらいランキングある。ああ、決まりました。でも、お、決まった。ミラクルフュージョンですかね。え、魔法カード？まさかの魔法カード。まさかの？いや、超融合と並んだ。超融合ってもはやシャドールの持ち物だなと思って。ああ、なるほど。ヒーローを代表するものは何かって考えたらそれだったとか、そういう。俺、でも超融合のがね、アニメの影響もあるからね、好きなんだけど、俺とお前で超融合でしょ。やめろ。好きなカードだもんね。好きなカードですからね。モンスターとかじゃないからね。すみれさんは水の踊り子っていうことで、はい、じゃあ次。すげえ昔のカードじゃないのそれ。エロいやつ。俺覚えてるよ。エロいから。小学生の頃にすみれさんが、ほんま、僕、俺はね、魂の解放で結構ねっていうのがあった。水の踊り子で魂の解放するんですか？あ、解放するでしょ。めちゃモンスワーって言ってた覚えがある。おい、綺麗にまとまったぜ、おい。きたね。こいつの視界きたね。いいじゃないの。まとまったぜ。こんな感じで、まあ、今後の活動についてね、語っていこうかなと思うんですけど、なんかまあ、やってみたい企画とかあります？いろいろ考えたよ、今日。ほう。ついに怒られまくって。ついに怒られまくって。で、どんな活動がしたいんですか？寸劇がやってみたいな。みんなでこう、マスクかぶって、こうね。それ俺が前から言ってるやつじゃない？これ終わった後言われる。君舐めてんの？本当にさ、考えてきたの？やる気ある？カニさんなんかあります？なんだかんだみんなで一緒にゲームやることないからみんなで一緒にゲームやれる企画があったらいいですね。じゃあ、桃鉄やって友情破壊しようか。なんでだよ。なんでそんな感じで。じゃあ全員ゲーセンに行って、エクストリームバーサスやって、タバコの灰皿をパーンって倒しながら、リアルファイト。なんでだよ。なんで喧嘩すること前提なんだよ。フレンドリーにやろうよ、フレンドリーに。パーティーゲームをフレンドリーにやれるわけがねえだろ。じゃあみんなでマリオパーティーだなっつって殴り合いですよ。お前ふざけんなよ。ふざけんなよ。黒いが取られて、黒い近行きっつって。地獄っつって。とばっちりすぎる。いつつみれが巻くのかな、この話。だってみんな楽しそうで喋るから、僕だけ仲間発言されちゃうかと思って。無理して楽しそうにしてるだなーっつって。巻きに入るかなと思って待ってたんだけど。うん。じゃあもうみんなに締めでレッドイットゴーを歌うか、フランス語で。あ、はい。はい。もうやだ。台本にないことするから。バンプがつみれかって。ラジオ。はい、あ、ごめんね。俺がクロスだよ。すべてがクロス。ビクロス。ちょっと黙ってよ、ぜ。地獄の軍団ラジオ、いかがだったでしょうか？二人はどうだった？いや、もう、カニさん全然ね、よかったですよね。あ、よかったよかった、超よかった。よかった、つみれの司会超よかった。超よかった。またやってや。あ、もうこれからは、もう、とりあえずバンバン振ってほしいですね。定期的にやってほしいわ。ああ。もう絶対ツイッター大炎上ですわ。いいよ、俺の20人ぐらいのファンが黙ってないから。覚悟してるよ、お前ら。リアルな数字だな。そこはもうちょっと持ってもいいんじゃない？じゃあね、地獄の軍団ラジオ、じゃあね、お相手は、つみれと、カニと、道具でした。じゃあ、したっけまた。よろしければ、チャンネル登録や評価をお願いします。お願いします。Twitter やブログで最新情報をお知らせしていますので、そちらもよろしくお願いいたします。よろしく。